んにちは。今からパパさんどこに行きますか？お墓参り兼ねてね。はい。ちょっと指宿までドライブでもしましょうかと思って。はい。レッツシーン。はい、今ですねお墓に向かっているところです。ピクピクしたやつどうした？お腹痛い？大丈夫？近くのね物産館に行ってお花買おうと思ってんだけどそこまで我慢できそう？うん。無理でしょ。無理？近くってだいぶ遠いよ。あんた。ちょっと遠いから。コンビニ出ちゃう？出ちゃうかね。やばい。コンビニに行く。この近くコンビニあるの？ママパパ出ちゃうよ。もう出ちゃう？ママちゃん。大丈夫、ゆうちゃん、もうすぐパパが連れてってくれるの、ね、うん、今信号に引っかかっちゃいましたね。頑張って、りくちゃん。お、ついたついた、りくちゃん行く、よしよし、行くね。てっくん連れてってあげて。俺、うん、ママ連れて、はい、行くよ。はい、すぐ、はい、行かんよ。はい、行かなくていいよ。何も買わないよ。何も買わないよ。リク君、間に合いましたね。緊急事態でしたね。はい、よかったね。動画、そっぱながらの。ピートと。カイ君も緊急事態でしたね。カイ君も？大丈夫。カイ君も出たんですか？はい、めちゃくちゃ。物産館で花を買いました。今お墓参り終わりましたね。はい。ケイ君はもう頭のここは治りましたか？はい、ここね、もう痛くないの？はい、ね、運動会前なので気をつけてくださいね。はい、運動会は何をするんですか、さやちゃんは？ジャンボリハリケーンと、ジャンボリハリケーンでダンス持つやつ、はいはいはい、とリレーとかけっこね。うん、かけっこね。さやちゃんはそれ、ケイ君は何？赤。赤か。敵です。敵なんだ。さやはきっと踏んでケイ君が赤組。そうそうそう。どっちが強い？赤組やろ。どこが白組だろ。海が見えております。さやちゃんはさ、金曜日にさね、具合が悪くなってでしょ、運動会の連休中に顔がね真っ赤になってね、でね、うん、熱中症みたいな症状だったから保健室で休んでたそうですよ。熱かったもんな。うん、暑かった。10度超えだね。まだまだ暑いから運動会の練習はね気をつけてね。お、木曜日に私は頭痛くなって、うん、金曜日、金曜日はさやちゃんだった。ママね、小学校に迎えに行ったから、ここぶつかって、ここがぶつかってからあとガーンってやった、うん、地面に飛んでいったんでしょ。うん、飛んでいってダーン、ここ怪我した。あ、飲みすぎやお前。りくちゃんはね、芋掘り遠足があるんだって。いいな。芋持って帰ってきてくれるのかな。そうでしょ。うん、だって私も持って帰ってきたじゃん。俺食べたけど。え、ケイ君食べたの、その場で。うん、私はあとバスルみんなで食べよう。そこで食べたよ。生で食べたの。生で食べた。さやちゃんはウサギの世話何曜日が飛ぶ？何すんの、ウサギの世話？掃除と餌やりの。掃除って何すんの？砂を吐いて。お水は飲まないんでしょ、ウサギって。飲むよ。飲むの？僕もウサギいるよ。うん、ヤジもいるね。カメもいる。カメもいる。カメもいるよ。
餌は何あげるの？ウサギは。ウサギはさつまいもとか人参でしょ。レタスでしょ。え？キャベツでしょ。パンは？パン。パンも食べる。食べる。へえー、そうなの。すごいよね。メスはパンが好きでオスはキャベツが好きなの。へえー。何匹になるんですか？巣が4匹、うん、で、オスが1匹。そうなんだ。雨が降ってきました。何が見えないくらいの雨ですね。ここじゃ。あ、ここだ。どけ駐車場あったのか。あ、石井くんのところだ。着きましたね。はい、着きました。雨がね、やむ感じだから。ゲラコです。その隣にカフェができたの？そうだよ。カイ君は寝ちゃったね。あら、来た来た。面白い。来た来た。行きましょう。はい。ちょっと雨濡れるけど走っていこう。はい。好き。行きますよ。入るよ。すごいね。あ、草スキーができるのかな、ここは。行って行って。ランケンコーヒーの池田コパックスに来ました。池田コパックスは令和4年10月にオープンした公園です。池田湖に面した水上デッキや広場、公衆トイレを併設しています。今大人のコーヒーゼリーサンデーってあるのがあるんだ。美味しそう。ソフトクリームがあるんだって。ソフトクリーム、うん、ソフトクリームといちごジャムモカサンデーを頼みました。施設内にはダンケンコーヒーが出店していて、子どもたちはデザートを食べました。施設の屋上は展望台としても利用ができます。おー、すごい。そう、おいしい。おいしい。コーヒーだ。こちらのいちごジャムモカサンデーはほろ苦いモカサンドに甘酸っぱいラズベリーソースと濃厚なイチゴジャムをトッピングした人気のサンデーです。ママちゃんプールだ。プールじゃないよ。鳥がちょこちょこいるけど。多いね、お客さんもね。そうだね。上に緑の芝生があったけど、あれなんだろうね。すごいね。あ、滑れるんじゃない？すごいぐらい。食べてみて、うまいよね。おいしいよ。コピコの味がする。コーヒーや。きれい。すごい。あ、ママ。ママ、あ、そう。アヒルボートがある。あ、スワンボートね。うん。うん、え、安全じゃないの？安全じゃないから乗っちゃいけないんじゃない？怖いってこと？うん。うん、大丈夫でしょ？鳥に食べられちゃう。すごい、おしゃれ。慣れた方が美味しいよ。おしゃれです。天気が良かったらもっと綺麗に。うん。カイ君3歳、ただいま恐竜にドハマり中です。そうそうそう、これ発見されたんだって。過去には幻の怪獣イッヒーの目撃情報が相次いだ神秘的な湖です。本物がいたみたいよ。この恐竜が見つかったって。そう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 。まだ生きてたって意味。その時は生きてたんじゃない。その時はね、いたのかもよ。ねえ、リックね。草スキーができそう。毛濡れるぞ。危険だよ。雨が降った後なのにゴロゴロするなんてチャレンジャーな男です。大丈夫。楽しいね。濡れた。うわ、めっちゃ濡れたじゃん、ケイ君。ギャー。うん。今日のケイは創作ダンスを踊り始めました。ケイ君、ダンケンコーヒー池田湖パクス店前にある水上デッキではヨガも開催されています。池田湖から開門岳を眺めながら外ヨガに参加するのも良さそうです。いくちゃんも踊りました。皆さん美味しかったですね。おしゃれなカフェでしたね。いると思う人、はい、ママちゃん、いるよね、多分ね。
的に。されてないの。生放送タオルさん。眠ってるかも。え、雨上がりで虹が出ましたね。ラッキーだったね。先生通るよみんな。ケイ君ねびしょ濡れになりましたね。あの草のところを滑ったのね。バイバイ。グッドボタンも押してね。チャンネル登録もね。バイバイ。グッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。